はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵はレックス神ということで、もうこれは見たまんまなんですが、レックスと神を合わせた敵を作ってまいりました。ということで今回はね、まずねサマルトリアが死んだ、まあ死んだって言ってもだいぶ前なんだけど、まあサマルトリアが追加されたんで、まあレックス使った後やることなくなったサマルトリアも使えるようになっておりますし、あとはまあ結構速攻系のユニットが多めなんで、まあそれで一気にリーサルを狙うこともできますと。で、あとは盗賊小僧がシンプルに、スタッツも高いですし、ラプソーンとかエリドクカードなんて入れております。で、あとはマヤとかシルビア姉さんで一気にまあ決めていけたらいいんじゃないかなと思っております。あとはねデルカダール地下水路が結構使えるんじゃないかなと思ってて、デルカダール地下水路を使いつつ、武器で攻撃していけば結構簡単に耐久が上がると思ってるんで、まあ、速攻系のカードと、あとは自分の神の武器を使っていくことによってカードを引いて最終的に一気にリーサルを狙っていこうかなと思っております。あとはまあシンプルにエマが結構活躍してくれるんじゃないかなと思います。ってことで早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこうこうこう。そしてカードは、スノーベビー盗む闇の盗賊ということで、ここはスノーベビーを交換しましょう。さあ、そして来たカードはエマということで、これいいね。レックスデッキにとってはエマがあることによってだいぶ変わってくるんですが、お味ローレシアの王子からの王子の覚悟、これはまあ特技なしテリーって感じかな。さあ、ここでまずはプチヒーローということで、一旦まずやることがないんで適当にレックスを使います。さあ、ここでまずは、神業を使うことによって1点ダメージ、1点ダメージ、合計2点ダメージ。あんまり俺あけらすなよ。さあ、ここで2点ダメージを与えてエンドを守るといきましょうか。さあ、ということでまずはレックスのレベルが2になったということで、さあ終わってまずは紋章を探すためということで、両方ともアグロチックな動きですが、お互いに22と23ということでだいぶダメージを受けてますが、さあここでプチヒーローということで、ここはとりあえず問答無用でエマかな。さあ、ここでまずはそうだね、エマを使います。決まってますね。もうこれは完全に悪口、神に対してヘアスタイル決まってますね。もうね、遠回しの悪口だからね。さあ、これでマヒマイゾーを使うことによってテンションが上がってエンドを守る。さあ、これで頑張りますからのテンションを上げることによって合計でテンションが2段階上がるので、次のターンまた武器を使うことができると。これが結構強いね。でしかも今エマはステルスを持ってるんで、この紋章を探す旅を使ってもエマを取ることができないと。さあ、ここで1点ダメージを食らいましたが、さあここで来たカードは出る、お、いいね。これはまあデルカダール地下水路問答無用からのテンションアップで1点ダメージ与えて、さらに MP が回復するんで、まあ闇の盗賊かプチヒーローどっちか出すって感じかな。さあ、ということでまずアーマリオルオークロスナを使って、一旦まずは一緒に頑張ろう。さあ、僕だってじゃなくて一緒に頑張ろうすることによって、とりあえず頑張るという心だけは伝えておくと。で、さらにここでレベル3になっていく。で、ここでとりあえず闇の盗賊を使って相手のカードを奪っていくと。さあ、これで頑張ります。薬草ゲット、いいで、いやエマ強いね、やっぱり。まあ、ニコス、え、なんで、ね、びっくりした。待って、今なんかエマ声おかしくなかった？ふーみたいな、みたいな変な声出してなかった。まあいいや、とりあえずここで闇の盗賊でアルコリザードアルコリズム更新をゲットしたということで、まあ、このデッキにおいてはそこそありかな。さあ、ということでまずは紋章を探す旅に除去られましたが、まあ、その取り方は非常にありがたい。ごめんなさい。さあ、これでとりあえず除去られちゃいましたけど、これどっちが良かったんだろうね。一応まあプチヒーローを使うっていうのもありだったんだけど、いやでもプチヒーローの方が良かったんかな。テンションスキル使わせることもできたんで、とりあえず一旦ここはまずはプチヒーロー2体出しかな。そうだね、プチヒーロー2体出しでエンドを守るで、今攻撃する必要はないんで特に攻撃はせずといった感じですね。さあ、ということでお相手まずはそうだね、紋章を探す旅で多分テンションアップでもう1体のプチヒーローを除去っていく感じになるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。さあ、まずレベル3に上がっていく。さあ、ここで多分そうだね、これ4点で相当きますと。俺に力を貸す。さあ、ここでまずは4点ダメージを食らいましたが、しかしながら、まあ、こっちはだいぶダメージを与えてるんで、やっぱりアグロとしては、除去に使わせたっていうのは悪くはないんじゃないでしょうか。さあ、ということでまずは2体ぶつかってきましたが、ここはさ、まずラプソーンということで、まあ、2頭からの攻撃して一旦勇者の雷使う感じかな。さあ、ここでまずは1点ダメージ与えてからどっちに行くか、まあ、フェイスでも、プチヒーローでもどっちでもありと。プチヒーローの場合にか、あ、そうだね、プチヒーローの場合に関しては、この2頭の心を使うために魔法と性質を使うと。 OK、 もう一丁。さあ、ここでまずは状況ってエンドを守るといきましょうか。13対16、まあ、両方ともぼちぼちダメージは受けてるけど、アグロとしてはこっちの方が有利なんじゃないでしょうか。さあ、ここでまずはお相手プチヒーローということで、
ここはまあ適当に脳死でラプストーンでいいんじゃないかなって思うんですが、どうでしょうか。俺のターンだ。さあここで、おコンポコか。平成たぬき合戦だったらとりあえず平成たぬき合戦とラップソーン出してテンションアップでエンドって感じかな。いや盗むか、どちら。さあここでまずは、あ盗むだね。好きだらけだぜ。さあここでヒューザー、いいね、これは熱すぎ。これヒューザーを奪ったことによってこっちレックスデッキなんで5だって、みんなやば。奪って5点ダメージって相当すごいんじゃないの。さあここでまずはお相手にラプソーンが除去られましたが、しかしながらそれによってプチヒーローに表示することができると。さあ無言の圧でグワーって言ってますが、さあここでカメレオマが出てくる。これはお、なるほど、ラプソーンミラーか。とりあえずでもこれは除去に来るのかどうなのかも問題ですが、俺に力を貸せ。さあ、あ除去されるか。しかしそれだったらテンションアップでいけるんで、これどうなんだろうな。ラプソーンをアルゴリズム更新で除去るか、そらテンションアップ使う、あ待って、ヒューザーもありか。どうなんだろうなこれ。あヒューザー使います。ここプチヒーロー除去って感じかな。ちょうどいい修行相手がいるようだな。ちょうどいい修行相手がいるようだな。さあこれでまずは耐えられませんでしたと。さあこれでまずは5点ダメージ、これ強いね。からさらにラプソーンゲットでテンションアップでアルコリザードで、今回に関しては多分カメレオンマンを取る感じかな。さあここでアルコリズム更新を出していく、で2点ダメージを与えていく、で1点ダメージフェイスに与えて、これはシルビア姉さんがいいか使わない感じかな。そうだね。さあこれでラプソーン1体なんで、ここ多分ラプソーンがぶつかって相打ちになって、ラプソーンがこっち側の誰かに表示してくるみたいな感じになってくるんじゃないでしょうか。いやいいね、レックスとしてはめちゃめちゃいい動きできてんじゃないので。これ余談なんですけども、全然関係ない話休止するんだけど、あれなんだよね、最近皆さん気づいてます？実は僕1日2本投稿心がけてるんですよ。これやばくない？いやめちゃめちゃ大変。1日先ほど起き上がれ、まあ、一応最近はねカード紹介とかあったんでいけたんだけど、まあ、この後も一応1日2本投稿続けていこうかなみたいな感じで思ってるんですが、とりあえずここでまずは1点ダメージを食らって、多分これは使わないかな。そうだね、どうせ抜くか。さあここでポンポコダヌキということで、まあ、シルビア姉さん適当に使う感じか。そうだね、まずはシルビア姉さん使います。行くわよ、神ちゃん、お宝ゲットよ。さあここでまずはシルビア姉さんで2体召喚、みんな出てるチョイス。いいね、待ってこれ熱くない？ランタン小僧、これ攻撃することによってカード捨てるんで、薬草捨てればめちゃめちゃいい動きできんじゃないの。あんまり俺を怒らすなよ。さあまずはここで1点ダメージ与えます。さあこれでまずは薬草捨てて、マヤさんですが、これは兄貴はちょっとまだ使わない感じかな。テンション上がってないんで適当に、あーなるほどね、勇者の雷除去りますからの鬼ムカで使って1点ダメージでエンドと。いいね、まあ、これはフェイスに行ってもラップソーに当たってもどっちにしても結構有利だったんで、めちゃめちゃいい判断できたんじゃないでしょうか。さあここでまずは来ました、マネマネ金属ね、えいが、お、これでマネマネとマヤと1点ダメージ合わせて6点なんで、まあ、全除去されない限りは勝ち確というところなんですが、稲妻の剣、しかしながらこれだったらシルビア姉さんが生存するのでさ、ラプトンが出てきます。これはいけたんじゃないか。さあここでシルビア姉さんが除去られたことによって4点に HP が残り4になったと。さあ行きましょうか、ファイナルさん、ちょっとお花を摘みに行ってきたんで僕も終わらせようと思います。さあ1点ダメージからのマネマネ金属で対戦ありがとうございました。ついでになんかカードめっちゃ引きます。さあこれで3枚引いて、まあどの道勝てそうな、どの道勝てそうな手札でしたが、さあここでマネマネ金属で対戦ありがとうございました。どうせねか、はあ、さあ私のターンね。すごく強いよ、し行くさあ行こうよ、はあ、どうせねか、銀のタロット、よし行くぜ、はあ、はあ、あんまり俺を怒らせないわ、僕も一緒に戦うよ、くらえ、そうよ、行くわよ、神風よ、かわっ、切り裂いて、お願い、かわっ、俺のターンだな、
さて、どうしようかしら。はぁ、さあ、運命を切り開くわよ。絶対のチャンスと未来を変える力を。よし、行くぜ。はぁ、やった、兄貴と一緒だ。あ、今も同じ。ここが腕の見せ所ってね。あんまり俺を怒らせないよ。夢がない、起動しました。